こんにちは、ジェマです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。さあ今回はいつもと違って外からお送りしてるんですけれども、ここは割と川沿いで風も吹いていて、車がね通ってたり電車が通ってたり飛行機が飛んでいたりして割と音がしてるんですけれども、私の声結構クリアに聞こえてませんか？っていうのも今回は iPhone 用のピンマイク、こちらのコミカビモ S を使っているからなんですよね。今も iPhone で撮影してるんですけれども、こちらのマイクすごくスマホ撮影する方におすすめなので、これから部屋に戻って詳しくご紹介レビューしていきたいと思います。はい、ということで改めまして、今回はこちらのスマホ用のピンマイク、コミカビモ S をレビューしていきたいと思います。やっぱり動画の中で音声ってすごく大事なポイントで、映像がねこういくら綺麗に撮影できていたとしても、音の質っていうのが悪いだけでやっぱり見てる側にとってはすごくストレスになってしまいますので、まあ、動画をね制作する中で音声っていうのは特に気を使うべきポイント要素なんですよね。で、まあ、こういったスマホ用のピンマイクっていうのは、例えばスマホで Vlog 撮影をするときに自撮りで喋るときとか、あとはスマホでライブ配信をするときとか、あとはまあインタビューでこう音声収録をねスマホでするときなんかにもすごく大活躍するアイテムなので、まあ、音声をね綺麗に撮影収録したいと思っている方はぜひ最後までご覧いただけたらと思います。で、今回こちらのコミカビモ S は iPhone 用でご紹介はさせていただくんですが、こちらの端子が USB-C 端子の Android 用も発売されてますので、どちらをお使いの方もぜひね気になる方は参考にしてみてください。で、冒頭ではねこちらのマイクを使った音声しか聞いていただいてないんですが、マイクなしの音声と比較していただくとより違いがわかると思うので、マイクなしとマイクありの音声を順番に流すとこんな感じです。はい、音声チェックです。こちらが iPhone の純正のマイクで撮影している音声です。音声いかがでしょうか？はい、音声チェックです。これが、コミカビモ S を使っている音声です。音声いかがでしょうか？はい、いかがだったでしょうか？やっぱりねこうマイクを使ってない方の音声っていうのは、今回外で撮影していたこともあって、どうしてもねこう風が吹いた時の風切り音っていうこうブワーっていう音だったりとか、まあ、全体的にもこうザーっていう雑音が入っていたのに対して、マイクを使ってる方の音声っていうのはちゃんとね声音声だけを綺麗に収録していましたよね。っていう感じで、ピンマイクを使った方が音声がこうクリアで聞き取りやすくなったのがお分かりになったかと思います。はい、じゃあここからはこちらのコミカビモ S の外観だったりスペックについてより詳しく見ていきましょう。で、こちらは先ほども言ったようにライトニング端子と USB-C 端子の2つのモデルがありまして、でカラーバリエーションは私が持っているこちらのホワイトとブラックの2パターンになります。でまずこのね見た目ですよね。すごくコンパクトでコロンとした見た目が可愛らしいですよね。で質感もすごくね肌触りが良くってサラサラしてるので、個人的にはすごく好きな質感でした。でこのコミカビモ S の特徴として、この後ろにねケースの裏側に取り外し可能な受信機っていうのが搭載されているので、かなりコンパクトで無駄がないデザインだなと思いました。まあ、最近のねこういったケース式のピンマイクとかって、こういった受信機もこのケースの中に入ったパターンのものが多いかなと思うんですけど、そうするとその分ケース自体が大きくなってしまうので、まあ、磁石でねこの後ろにパチッとね取り付けられて簡単にスッと入るので、全然落とす心配もなく背面に取り付けられるっていうのはすごくいいなと思っています。で使い方としては、後ろからね磁石でくっついているこの受信機っていうのを外していただいて、iPhone の下ライトニング端子の部分に取り付けます。まあ、これもねほんと手こずることなくスムーズに取り付けができるので、すごくね使い勝手がいいなと感じました。まあ、こういった撮影アイテムってどうしてもその準備に時間かかってしまうと、どうしても撮影に支障をきたしてしまうこともあるので、まあ、パッとね取り出してすぐセットして撮影し始められるっていうのは大きいですよね。で、まあ、送信機の方っていうのは、まあ、1と2があるのでどちらでも大丈夫なんですが、できるだけねこう喋る口に近い位置とかの服とかに挟んで取り付けていただくと、かなり音声がクリアに撮影できます。で1と2あるので、まあ、1人で使うときはどちらでもいいんですけど、2人で使うときは両方使っていただくっていう感じになります。でこれのいいところが、こう面倒なねこう接続とかっていうのが一切不要で、それぞれセットすれば勝手にねペアリングしてくれるので、そのまますぐに撮影が始められるんですよね。これめちゃくちゃ良くないですか？で、まあ、使い終わったらねまたこのケースに戻せば、このケースの中でしっかりと充電してくれるような仕組みになっています。であと特徴としては、こちらの受信機の方にこのオレンジのねマウスボタンがついてるんですけれども、こちらはゲインの調整ができる部分になっておりまして、音声のね声の大きさによって収録する音声のボリュームっていうのもここで調整することができるようになっています。
であとセットにこちらのね 2-in-1 のプラグがついてますので、これをこの受信機の方にねつけていただくと、この収録をしながらスマホの充電もできて、さらにこちらにねイヤホンっていうのを接続していただくと、リアルタイムでこうオーディオのモニタリングって言って、収録している音声っていうのをこうねイヤホンでこう聞きながら収録することっていうのもできます。で、今言ったようにこうスマホを充電しながらこのマイクを使うことができるので、長時間の収録だったりとかライブ配信をするっていう方にもすごくおすすめです。で、まあ、ピンマイクで可愛いのがこちらのモフモフウィンドジャマーですね。まあ、このウィンドジャマーも形がすごくね今回考えられてるなと思いまして、まあ、今までね私が使ってきたカメラ用のピンマイクとかのこういったモフモフっていうのはすごくね取れやすいものが多かったんですよね。なんですけど今回はこちらのマイクの方に上からねしっかりとかぶせることができるような形になってますので、外でね使っていても全然落ちる心配とかがなかったです。まあ、やっぱりね外で撮影していて一番厄介なのが、まあ、風切り音っていうブオーっていう音だと思うんですけれども、まあ、それをね回避するためにはこのモフモフっていうのは必須なアイテムだと思うので、まあ、こういった形でね撮りにくい設計になってるっていうのは本当ありがたいですね。で、まあ、その他特徴としてはマイクをね自分につけてスマホで撮影してる分にはスマホからすごく遠く離れることってあんまりないかもしれないんですが、一応このマイク無線伝送距離っていうのが 200m もあるそうで、なので受信機をつけたスマホと送信機を持った人っていうのが割とね距離離れた位置にいたとしてもしっかりと機能してくれるので、スペックも高くて優秀だなと思いました。まあ、ここまでねすごくいいポイント、いいなと思ったことばっかり言ってきたんですけれども、マイナス点じゃあるかなと思って結構ね探してみたんですけど、正直すごくマイナスだなと思う点っていうのはなかったんですけど、一回ねちょっと私が収録してる中でこれは注意した方がいいなっていうことがありまして、っていうのがこのね送信機のマイクの方っていうのをここにつけてる状態でまあ喋ってる時にこのサイドにねすごく手が当たりやすいというか、こう触った時に触れてしまいやすいところにね簡単に押してしまうボタンがついてまして、私喋りながらちょっと癖でここをねポチって押してしまったんですよね。でそれに気づかずに喋り続けてたんですけれども、後から撮った映像を見たら途中から音声が収録できてないっていうことがあったので、ここね横のボタンとかはね撮影中収録中は押さないようにするっていうのが、まあ、要注意ポイントだなと思いました。でこちらの価格なんですけれども、最初にも言ったようにこちら USB-C 端子の Android 用とライトニング端子の iPhone 用があります。それぞれ、ね、価格が異なるんですけれども、価格の方がUSB-C 端子の Android 用っていうのが 17,490 円で、iPhone 用っていうのが 21,120 円という感じで、ちょっとね価格差はあるような感じになってます。で、まあ、スマホ周りの、ね、機材としてはそんなに、ね、こう安くはない価格かもしれないんですが、まあ、すごい使いやすさとかいろんな場面でいろんなシーンで使えるっていう点で、これから私も積極的に、ね、使っていきたいアイテムだなと思いましたので、まあ、ぜひ、ね、スマホ用のピンマイク探している方はこの動画の概要欄にもリンク貼ってますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回はスマホ用のピンマイクコミカビモ S をご紹介させていただきました。やっぱりね映像の中で音声の質がいいとすごく映像の質も上がってくるんじゃないかなと思いますので、私も今回ね改めてこうマイクありとなしっていうのを比較してみたりして、マイクのね重要性すごく感じましたので、これからもね音声には気を使っていかないといけないなと思いました。まあ、ぜひねこの動画を見ている皆さんもこういったアイテムを使いながらスマホの撮影の質っていうのをどんどん上げていきましょう。ということで今回の動画は以上になります。この動画少しでも参考になった、良かったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンやコメントをいただけますとすごく励みになります。その他インスタグラムやツイッターもやっておりますので、そちらのフォローもお願いいたします。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。